どうもおはようございます。おはようございます、リュウガです。これもう寝起きで撮ってるんですけど、見てわかる通りこのひどい汚い部屋をね、本当にただ単に掃除していくっていうだけの動画で、とてつもなくつまらんと思います。本当にどうしようもないっていう、まあみんなこれ以外にも絶対にいるはず。いや、これより汚い人もいるからね。動画的に言ったら多分バッカ汚すぎるわけでもなく、え、普通に綺麗じゃんっていうわけでもない、ちょっと中途半端な感じかもしれない。自粛の期間中だし、歌だけね、もちろん歌でもねいいと思うよ、歌でもね、けど歌以外も面白いもんあってもいいかなって。なんか絶対ずっと家にいてさ、やることなくなるじゃん、みんな。みんなのね、暇つぶし程度にでもなればいいなと思って撮らせていただきますんで、よろしく。九州から帰ってきて、荷物、ギターとアンプ等を送って、それ以外は着替えとかは手荷物で持って行ったんですけど、それが全部ポイってそのままです。めちゃくちゃ汚いです。早速片付けをしていこうと思います。さあ行くぞ。はい、まず布団干します。お分かりいただけただろうか。いらないしね、時期的に。ちゃんちゃんバリバリ、ちゃんちゃんバリバリ。あ、ちゃんちゃんバリバリ、ちゃんちゃんバリバリ。水漏れ事件。目と目が合う瞬間、好きだと気づいた。あ、今度こっちをね、ソファーの上、テーブルの上、どうにかしていこうと思います。マジで汚いからね。とりあえず袋にいっぱいお菓子が入ってる。お菓子大好きすぎてお菓子めっちゃ食べちゃう。
はい、ペンとスケッチブック。これもね、なんかいろいろ路上の時にね、使おうと思って買ってきたりしたんだけど、なんかそれがそのままポイってしてる感じです。はい、いっぱい出てきました。ペンいらない。え、食べ終わったゴミ、これもいらない。親戚がうちに遊びに来た時にね、置いてったのかな、俺のじゃないかわかんないんだよね。ギターやってる人あるあるかもしれないんだけど、これね、テーブルの上からだけでもピックが5枚出てきたから、このピックよくその辺に散らばってるのはあるあるだと思います。目と目が合う瞬間好きだと気づいた。これは加湿器たちだからね、加湿器大事。加湿器ははい、というわけで2時間ぐらいかなかけて綺麗にしました。見てもらっての通り綺麗になりました。まあ部屋がね小さいんですぐ綺麗にはなるんですけど、こんな感じで掃除しました。普段と全然違ってね、綺麗な方が気持ちいいです、絶対に。みんなもね、部屋をね綺麗にしましょう。また部屋が散らかった時にこの動画出すんでよろしくお願いします。どうして生まれてきたの、生きる意味がわからない、それはいけないことなの。そんなに強く僕を否定しないでよ、僕は僕なのに僕が僕じゃないみたい。